一応バイト代で10万上げて、マジっすか、金額が一番少なかった人間が全員のガチ代を払うっていう鬼の、めっちゃおもろい。僕荒野だけだったら2400とかかな。それこそね、企画とか合わせたら普通に多分3000いくんじゃないですかね。荒野行動の前に1個ゲームハマってて、そこでも3000ぐらい突っ込んでて。はいどうもムジカです。これ架空請求じゃないですか。どうぞ妨害してんな、シュールやな。神引き起きる気しかしねえ。大人なめんじゃねえぞ。添い寝パターンも取りますね。これはもうバレるだろ完全に。はい、ロボムジカです。本日はですね、僕が知る中で、まあ、荒野行動で一番課金してるんじゃないかと、もう超スーパーハイ課金集団の、幹部の方に、今回ご撮影させていただくこととなりました。やっぱりね、めちゃくちゃ課金してました。それだけじゃなくて、単純にめちゃくちゃいい人でした。かつ、相当仕事できる方。ゲームにこれだけ課金できるってことは、もうそれだけなんですよ。あの、収入とかが。それでそれだけ課金できてるっていうことをね、ちょっとご想像していただければと思います。どんなことをやられてる方なのかと、どんなことを考えてるのか、今からキッズ何をすればいいのか、それだけね、すごい方がね、今のキッズが、今のうちにこうしといた方がいいよ、こう、で、今のこういう、この業界でこういうことやっておくがチャンスがあるよっていうのをね、全部ね、言ってくれてるんでね、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで、ちょっとでもいいと思った方は高評価とチャンネル登録の方お願いします。ということで、本編行ってみましょう。はい、ということで、インフィニティサブマスジルさんでお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、すごいですね、ガレージは。このガレージはなんかこだわりがあるんですか？特にないんですけど、でも全部豪華限定版で飾っとこうかな、みたいな。でも、ほんと、ジルさんといえば、昔から名前はお伺いしてたんですけど、ピッツとちょいちょい、ハイ課金者といえば誰みたいな感じで話すんですけど、元祖ハイ課金者といえばジルさんみたいな感じの。いや、昔、銃の金のチケットとか車もそうですけど、チケットなかったじゃないですか。だからこんなお金が上がったんですよね。地獄のような時代ですよね。だって僕の今持ってる M4、これとかも26本ぐらい被せないと進化できなかったんで、ガチ回して M4 ばっか出てました。どんぐらい課金したんだ。でも M4 だけで100ぐらいですかね。すごいですよね、荒野行動。もう儲かってますよ。噂によると前期待機とかもすごい価値が高いらしいですね。なんか見たらいいですね。今希少だよみたいなこと言ってましたけど、いやもう無ですよね、多分そのガチャ10連回してる時も。いや無ですよ、呼吸と同じようにやってました。一時も人にやらせてましたもんね。50万円ぐらい渡してリアル課金代行ですね。チャージは僕がしないといけないんで、僕だけしたら、まあまあ、もうあと全部もうこれ回しちゃっていいよっつって50万回すたりだとか。一応バイト代 で10万上げて。マジっすか。だから60万買ってきていいよっつって、でそのうちの10万お前使っていいから最高やないですか。そのバイト討伐隊の浜ちゃんさんとかお知り合いですか。ああ浜さん、はい、あの、ブリッツのスポンサーで。あ、そう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 。今回のワンパンマンじゃねえ、ワンパンマンか、ワンパンマンコラボも。そこはコラボ来ないでしょ。ブリッツのスポンサーのライングルがあるんですけど、みんなでガチャ回して、まあ、10万なら10万とか金額決めてガチャ回して、金額が一番少なかった人間が全員のガチャ代を払うっていう鬼の。めっちゃおもろい。うまくいけばただで10万15万ぐらい引けるってことですかね。うわすごいですね。そうか、そういう次元の遊びになってくるわけですね。一つ言えるのはやっぱ課金はほどほどが一番いいですよ。やっぱそうですか。自分の身の丈に合ったような感じでするのが一番いいですね。インフィニティはいつから入られてるんですか。インフィニティでも2年ぐらい前で、みちゃさんに聞いたら3代目 JSOUL みちゃさんなんですよね。そうですね、3代目 JSOUL みちゃさん。そうですね。何代目の時から所属されてる。僕初代 JSOUL の時からいましたね。初代の団長がすごい仲良くて、実は来てくれないかって言ってたんで、これで良ければいいよって、はい、そこからずっとなんか居座ってました。そこでもサブマスをやられてたんですか。当時は平社員だったんですよ。平社員だったんですか。平社員だったんですけど、気づいたら副団長になってました。じゃあ次は団長にみたいな話も何回かあったんじゃないですか。いやーな、あ、一回あって、ないかな。あ、でも僕はもともと表立って何かをしたいって思わないので、縁の下の力持ちぐらいな感じでいいやみたいな。でもなんか割と表立ってないですか、ジルさん。そうですかね。マリアス CH といろいろこう絡むというか、彼がブリッツ作るっていう時から動画だったり出たりっていうのはあったんですけど、いやまあ広告とかも何なんですかね。僕なんかで少しでも力になるんだれば、まあ、出るよみたいな。人間できた方ばっかですね本当に。僕でも結構好き嫌いははっきりしてるタイプなんで。あ、そうなんですか。だから常識をちゃんとできてる子だったら全然それがキッズだろうが大人だろうがすごい好きになれるんで、それこそ16、17とかで最初はクソ生意気でこの野郎とかってなってましたけど、教えてあげて変わってくるんですよ。変わる様がすごい可愛くて。そうだ、ジルさんは普段はどんなことをされてるんですか。僕、職業が秘密結社なんですよ。あらららららら。フリーメイソンなんで。あー、もう突っ込めないです。ちょっとこれ以上話しちゃうとムジカさんのこと消さなきゃいけない。あーなるほど。一方的に消すだけです。
僕荒野だけだったら2400とかかな。とりあえず最強なんだろうなと思ってたんですけど、額すごいですね。それこそね、企画とかパッと配ったりとか、それとか合わせたら普通に多分3000いくんじゃないですかね。マジっすか。ゲームとしては荒野行動が今メインでやられてる予定ですか。いや、僕結構いろんなのやってますよ。荒野行動の前に1個ゲームハマってて、これあんまり言ってないですけど、そこでも3000ぐらい突っ込んでて、そんなん飽きちゃって、で、やめるかやめないかの時に荒野行動っていうのはリリースされるよみたいな。で、そっちのゲームの人何人かと荒野行動始めたんですよ。そういう流れだったんですね。ジルさんはこれから荒野行動においてはなんかどういうことをやっていくとかあるんですか。いや、僕自身が武士道ゲーミングって言って、はい、秀康とかが新しく法人立ち上げて、まあ、e スポーツの盛り上げようっていう動きをいろいろやってはいるので、楽しくゲームでお金稼げたら一番いいじゃないですか、うん、そこのためにちょっと頑張ろうかなっていう。やっぱね、どうしてもゲームってまだ日本偏見があるんで、だからそこういうところで一つずつこう変わってほしいなっていうのがありますからね、うん、そのために今おじさん頑張ってます。いやー、しかしあれですね、僕なんかと考えてるレベルが違いますね。これだけ複数会社回しててこんだけゲームにハマれるってことは相当時間管理能力というか、もうすごい仕事レベルが高い方、うん、いやー、どうな、いや、そんな完璧じゃないんで僕も。でも一つ言えるのは、ちゃんとメリハリがつけれる人間になって方がいいとは思う、うん、僕もいきなりこうね、ボンボンなわけでもなくて、それこそ本当にやべえ、お金なくて家賃払えねえとかっていう年もありましたし、30歳40歳で目標立てようと思って、まあ30歳の時は同年代とか、その自分の知ってる人たちよりも頭一つ見抜けたいなっていう、うん、今でも野心はありますけどね、ギラギラしてますけど、若い時はギラギラしまくってましたよ。じゃあ今のキッズがジルさんみたいに6000万課金するためにはどういう準備をしておけばいい。僕自分が経験したことしか言えないんであれですけど、その自分が将来何になりたいかだけは明確にしといた方がいい。人生一回きりなんで、うん、まあ起業していいも悪いも味わえた方が楽しいかなっていう、なんか楽しんだもん勝ちだなと思ってる。遊びも仕事も全力でやってます。なんとなく高校生活を、ね、過ごして、なんとなく大学の生活を過ごしてよりかは、あ、これになるためにじゃあこういう高校行こうとか、着地点が見えないとどこ行っていいか分かんないし、なんとなく行こうっていうだけになっちゃう。それこそ YouTuber とか e スポーツで食べていけたらいいな、うん、全然いいと思う。でやっぱり、うん、それをとにかく行動に起こることが絶対大事だった。今の時代なんて本当ゲームで食っていける時代になりつつあるから、それこそ大手企業だって e スポーツに予算めちゃめちゃ蓄えてとか、 e スポーツ業界伸びてくるなって大きな会社の偉い人たちまでそれを思ってるのは事実だから、そこに乗っかれられることができれば、その YouTuber とか e スポーツとしてご飯食べていけるだったりだとか。想像できなかったですからね。できないですよ。 iPhone 出るって思いました。あんなパカパカの携帯の時に MD プレイヤーみたいな知らないでしょ、若い子。 MD は多分見たことないと思いますね。先を見る人、やっぱ界隈でもやっぱすごい名前は伏せてるけど、じゃあ本当に有名な人だったりってたくさんいると思う。だって一緒に今そういう人たちとゲームできるわけじゃないですか。すごいですよね。だからそういう意味ではその出会いを大切にしないし、うん、だそのためには子供たちに言っときたいのがマジで礼儀と言葉口調ですよね。そこだけはちゃんとしといた方が自分のプラスになるよっていうのは声を大にして言いたい、うん、ありがとうございましたが言えるか言えないかで大きく違うけど、僕が YouTube とかやってたらなんかそういうのネタではやったりするけども、それこそ紹介できなくなっちゃうじゃないですか。ムジカさんも YouTube とかでこうゲッツを言ってめとか言ってるけど、実は裏でめちゃくちゃ優しくてここは綺麗なの俺知ってるし。いやいや、いらないっすね。最後にじゃあ課金に関してのアドバイスだけ一言言って、まあ背伸びはせずにっていうのが一番かな。10万円持ってたら10万円使うんじゃなくて半分だけ残して半分使うとか、課金は計画的にっていう言葉が一番かなと思いますね。課金できないって子はどうすればいいですか。課金できなかったらマネーの虎を来ていただいてプレゼンしていただければ、たまにまたちょっと参加させていただきますので、場合によっては3万円ありますからね。はい、どうもお疲れ様です。ということでいかがでしたでしょうか。めちゃくちゃいい人じゃないですか。話しかけやすくて謙虚でね、ユーモアのセンスもあって、ゲームもできて課金もできてっていうね、しかも周りの人すごく大切にしてる感、なんかもうそのなんかゲイみたいな感じになってますけど、そういうことではなくて男としても惚れ込むようなレベルの方だと思います。実はね、あの後ねちょっと録画終わった後にもすごいいろいろ話して、人脈やら仕事やらこの業界のことやらものすごいハイレベルで考えてたりとか実行に移してて、ツイッターやられてるんでぜひねフォローしておくと、すごく情報としてもプレゼント企画とかねもうやられてると言ってたかな。この業界の情報を追う、新しいことをやるっていうね情報を追うだけでもすごくフォローしておくべき方だと思うんで、ぜひぜひジルさんフォローしてください。いやー、もう楽しかったですね。話してていろんなことが気になっちゃって、配信の後ね、話したんですけど、そこもねまた後日ね動画ができるところあれば、まあ、話したいと思います。ということでこんな感じでね、いろんなことを紹介させていただければと思いますんで、少しでも面白かったという方はぜひ今のうちにチャンネル登録と、グ
グッドボタンの高評価の方ねお願いします。最新情報は Twitter から LINE トークやってます。あとディスコグループも作ってるんで、作ってんのか作ってないか分かんないですけど、概要欄にあれば作ってますということで、はい、やっていきたいと思います。ディスコグループはね、何をやっていきたいのかっていうのはね、すごい自分で考えてて、今回の大人の方じゃないですけど、まあいろんな人つなぐねコミュニティが作れればなと、思ってます。はい、ということです。はい、今軽く言ったけど、またね、あと、別の時にね、生配信とかでね、詳しくとかね、話せればと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。